前日は日本一早い桜の開花の様子をご覧いただきましたが、実は今名護の水田に植えられたコスモスが見頃を迎えています。今日は桜に続きコスモスを紹介します。それでは行ってきます。ここは沖縄の言葉で豊かな田んぼを意味する羽地ターブックワと呼ばれる地域で、普段は春から秋にかけては稲の緑色や黄金色を楽しむことができる地域でもあります。羽地地区の新名所として、水田に広がるピンク色の絨毯を活用し、市内外の人々を呼び込むきっかけにしたいとの考えから、こうした取り組みが行われています。ムーチービーサーが過ぎて徐々に春めいてきている沖縄では、このあと1月末から2月にかけてはひまわりが開花するなど、桜、コスモス、ひまわりなどが一度に開花するという季節感をまるで無視した花の共演がご覧いただけます。ご覧いただきありがとうございました。ご覧いただいたご意見や感想は下のコメント欄でお知らせください。この後も面白い沖縄の昔話やイベント情報、花場の観光情報などの番組を放送しますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。